午後のリサイタル。今日は草川のりおさんのピアノ独奏でリストのピアノソナタ魯山鳥を聴いていただきましょう。草川のりおさんは東邦学園大学を卒業後、イタリアへ渡って研鑽を積まれ、1974年にミラノのヴェルディ音楽院を卒業されました。その後、国の内外を問わず、リサイタルに、またコンチェルトや室内楽にと幅広い演奏活動を行っておられます。現在はイタリアのマティツィ音楽院の講師として後進の指導にも当たられ、また1975年からコルトー国際ピアノコンクールの審査員も務めておられます。それでは草川のりおさんのピアノ独奏でリスト作曲ピアノソナタ魯山鳥を聴いていただきましょう。
Thank you.
Thank you.
リスト作曲ピアノソナタ魯山鳥。ピアノ独奏は草川のりおさんでした。午後のリサイタル、今日は草川のりおさんのピアノ独奏でリストのピアノソナタ魯山鳥を聴いていただきました。